Hi, friends, タヤです。今日は日曜日。明日は月曜日ですね。またお仕事の人もいると思うんですけれども、今日お母さんたちを応援する動画5回目です。まあ、お母さんじゃない人もなんか感想をくれたりとかして嬉しかったので、まあ、お母さんたちを想定はしていますが、別にお母さんじゃなくても使えるかもねっていう、そういう内容にしたいと思います。どうなんですかね、今、コロナのことで今日、話飛んでますけど、今日、オンラインクラスだったんですけど、途中、昼休みでね、なんかランチ買いに行こうと思ったら、ことごとく個人経営のお店が全部閉まっていたコロナでっていうので、この人たちも今大丈夫なのかなと思ったりとかしましたし、まあ、全体的にね、自粛していくような流れなのかなっていうのはありますけれども、私たちはオンラインという形で、切り替えて、ワークをしたり、みんなと集まってコロナについてのプロセスをやったりとかしました。まあ、そういうことできるね、時間とかリソースがあること自体が特権だなと思っているし、ありがたいことだなと思いながら、こういうふうにしてね、顔を出したりするのもランクだと先ほどコメントで教えてもらったので、まあ、安心してこうやって顔が出せる、安心してるか分かんないけど、まあ、開き直ってこうやって顔を出して話ができるのも特権だろうと思って、自分の経験をシェアしています。でですね、昨日散々散々なんか分かんないなとか、役に立ってんのかなとかってつぶやいたら しょうがねえなと思ったのかしら。リクエストとかですね、感想とか、メッセージを、知人や友人たちからもらってすごく嬉しかったです。私はすごいこうインタアクティブなやり取りのある方が、とても安心して、なんか調子が良くなる人間なんで、コメントとかメッセージとか反応とかもらえるとすごく落ち着いたりとかしますので、もうなんかね、反応がないところに言ってるとこう宇宙に向けて喋ってるような感じがしていて、本当に大丈夫なのかなっていう感じがします。あと今日はですね、ありがとうって言ってくれてジュースをもらいました。ありがとうございます。大好きなつぶつぶ入りのジュースです。後で飲みます。今日はですね、いつもね、15分ぐらいがいいなと思って20分ぐらいに昨日も一昨日もなっちゃってるんですけど、今日はね、ゴーストロール祭り。まあ、この一番最初からイライラね、してる自分を責めないでねっていう話からですね、ずっと私が時たまゴーストロールっていう言い方をして、喋ってるのに気づいた人もいると思います。で、プロセスワークを知ってる人からすると、よく聞く話なんですが、お母さんの中にはもちろんプロセスワーク知らない人もいるだろうし、ゴーストロール何なんだろうって思ってる人もいると思うんですね。で、ゴーストロールっていうのは要は、自分の中とかその場とか社会とか国とかでですね、まあ、別に誰が何と言っているわけではあんまりないんだけれども、体現しているパーソンですね、人は、いないんだけれども、なんとなくみんながそういうふうに、思って影響を受けていて、行動に制限がかかったりとかするような価値観や声のことを言います。で、特にお母さんたちは、私はそうだったんですけど、例えばですね、まあ、良妻賢母とか、良妻賢母ってどういう意味だっけ？ 良妻賢母ってどういう意味でしたっけ？いい妻で、いい母親でなきゃいけないとか、多分そういう価値観だと思うんですけど、あれもやっぱりゴーストロールの一種ですよね。一つの価値観で女性をジャッジして、こういう人じゃないとダメだ、そうじゃないと、それだとよくて、そうじゃないとダメだ、みたいなことをすごく結構支配していて、誰がまあきちんというふうに動画に明記されてるわけではないんだけれども、なんとなく社会がそっちの方の価値観をこうサポートしたりします。すごくうまくいってたりとかすると褒めたりとか、すごいねとか素敵ねって言われたり、雑誌の中でそういうふうな幸せそうな家族がこう描かれてたりとかすることで、私たちはそっちにならなきゃいけないのかなっていうふうになんとなくですね、マインドが、
思考がこう思い込んでいくわけなんですよね。で、今日は具体的にゴーストロールっていうのを一緒に考えてみたいなと思います。私自身すごくたくさんゴーストロールに縛られていて、とっても苦しかったんですね。で、まあ、今もたまにありますけれども、例えば、まあ、講師とかしてるとね、ちゃんと分かりやすく教えなきゃいけないとか、誰一人みんな満足させなきゃいけないとかですね、そういうふうにこうどっかしらこう自分の中でプレッシャーに感じていて、それを果たさなきゃみたいなふうに焦りがちです。でそういったところに気がついていくと、いや、そうではないでしょうと、そういうことではなくて、例えばこう私の教え方としては、私が私らしくいて、で、やり取りをしながらやっていけばいいんだということで、私が少しリラックスして、場が少しリラックスするとかね、そういう感じですね。お母さんとかで言うと、まあ、具体的に私とかは、やっぱりすごくいいお母さんでないといけないっていうのがすごく漠然とありました。じゃあ、いいお母さんってどういうことなんだろうかっていうのを今から具体的に言っていきますね。もしかしたら聞いてる人の中には、そういうのを求めてたりとか、自分でそういうのを目指してたりとかしている人もいるかもしれないので、あと、私にはこんなのがあるっていうのがあったら、ぜひコメントとかにも書いてもらえるといいと思います。なぜならば、それは私一人だけじゃなくて、多分多くの母親、多くの女性がそうしなくっちゃって思い込んでいて、ですごく縛られてるかもしれないし、逆に、あ、そういうふうに思ってたなというふうに周りの男性だったりとか母親ではない人たちも感じているかもしれないからなんですね。ぜひみんなでですね、このゴーストロールの化けの皮を剥がして少し自由になっていったらいいんじゃないかなって思います。じゃあね、ちょっと私も少し書いてみました。だいぶでもやっぱり過去のことなんで、すぐに出てこないので、一緒にね書いてくれるとありがたいんですけど、コメントってここに出るのかな、わかんないですね。あんまりよくわかってないんですけど。はい。いいお母さんにないといけない。いいお母さんって、お母さんなんだろうっていうのを、まあ、それぞれイメージしてみてください。私とかはですね、ちゃんとご飯を手作りで作んなきゃいけないっていうのがありましたね。だから、すごくこう、とっても疲れてたりとか余裕がないのにお惣菜を買うことにすごく抵抗があったりとかしました。なんかね、ごめんなさい、コメントが1個あるっていう風に今出てるんですけど、見えない。どうしたら見えるの、これ。後で見ます。ごめんなさい、オンタイムでやり方を後で検索しておきます。そうだから、ご飯はちゃんと作んなきゃいけない、しかも手作りじゃなきゃいけない、そして栄養満点じゃなきゃいけない、もっと言うのであれば、素材はオーガニックじゃなきゃいけないとかですね。で、美味しくなくちゃいけないとか、綺麗によそんなきゃいけないとかっていう風に、ご飯一つでもこんなにたくさんいっぱいプレッシャーがありましたね。はい。それから、家事、育児も完璧にこなさなきゃいけないとかですね。具体的に言うと、洗濯物が、例えばまあ、追いつかないわけですよね。そうすると、もう干すだけで精一杯とか、オンタイムで干せなかったり、終わってすぐ本当は理想は干したいんだけれども、やっぱそう干してる間に干せてないとかっていうとちょっとイラッとする。干したら干したで、ね、やっぱ日本のなんか、家の構造ってストレス溜まりません？なんか洗濯物をなんかこう、やるとこう、ずらーっとやったりとかして、外にかけてもいいけど、もう311以降ちょっと心配ですしね、みたいな感じで、なんかこういろんなことが気になって全部完璧にしなきゃいけないですね。それから、子供の前では機嫌が良くないといけないとかないですか？いや、もう全然できてないんですけれども、全然できてないんだけど、ずっとそういう風な、そうじゃない自分を責めている声っていうのがありましたね。いつもニコニコしていないといけない、注意の仕方もなんか優しくないといけないとか、感情的になっちゃいけないとか、感情的なんですよ。感情的だし全然できないんだけど、自分の中でずっとそれができてない自分を責めている声っていうのがありましたね。それから子供たちが、これもおかしいんだけど、子供たちがすごくいい子で機嫌が良くないといけないって思ってましたね。そうじゃないとなんかすごくちゃんとできてないような気分になりました。それから、弱音を吐いてはいけないっていうのがありましたね。弱音を吐いちゃいけないっていうのは、やっぱり疲れているんだとか、なんかお母さんは
そういうふうな、なんかこう、大変だったとしても弱音を吐かないみたいなのが、こう、美徳なような社会言説が、フォースロールがあったような気がしますね。それから何かな、私の場合は未婚のシングルマザーだったので、やっぱ子供がいるっていうことを言うと、まあこれ実際に言われましたしね、自分で選んだんでしょっていうふうに言われましたね。あれは結構きつかったですよね。自分で選んだからって言って、というかみんな自分で選んでるじゃんって感じなんですけど、自分で未婚を選んだからといって、生活がきついと愚痴るな、みたいなことを言われたし、なんとなくそういう空気がありましたね。なんかそんな感じで、こうやって上げてみるとですね、まさかそんなことできっこないじゃんというふうに思うんですが、漠然としたゴーストロールに支配されていると、なんとなくずっとこう罪悪感があったり、ずっと責められてるような気分だったりしていて、なんかすっきりしないんですよ。どころか抑圧されていて、なんかイライラするみたいなのがあります。なので、皆さんの中にも自分はどうなんなきゃいけないと思っているのか、とか、なんでそういうふうにこう、うまく、できないと思ってるんだろうって思った時に、何をしなきゃいけないと思っているのか、っていうのをこうちょっと書いてみたりとか、友達と喋ってみたりとかしてみると、それが本当に現実的かどうかっていうのがはっきりするかなと思います。そうするとちょっと魔法が解けたりとかしますね。他にもですね、いろんなゴーストロールがあるなと思ったんですけど、例えば、その情報を作り出している人たちですね、やっぱりマスメディアはものすごく、気をつけてね、お母さんたちって思います。情報、育児の本もそうですね。もちろんそれは専門的で、で、良かれと思っていろんなことを書くんですが、やっぱり私の中ではことごとくそれが全部プレッシャーになってきましたね。特に今思えば私はやっぱり発達障害があって、できることできないことの偏りがものすごくありましたので、健常者の医者とかが書いているようなものっていうのは私はできないんですよ。できなかったですね。やっぱそういうのもすごく、責めましたね、自分のことを。つぶつぶおいしい。それからですね、お母さん同士の比較。やっぱりた、あの、今度ね、いつかランクの話もしたいんですけど、やっぱ隣の人、他の人は自分よりうまくできてるような気がするっていうのはありましたね。なんかみんなの方がちゃんとできてるような気がしていて、やっぱ自分のできないところが目立つ。それからやっぱり同じじゃないといけない。いろんなお母さんがいていいんだよっていうことはあんまりサポートされてないですよね。それよりかは私もこうしてる、これもこうしてるとかって言って比較していく。それから仲良くなきゃいけない。ね。なんかママ友って言うんでしたっけ？それから公園デビューとか、そんな言葉もあったような気がしますが、あれも怖かったですよね。なんかちゃんとしなきゃいけないようなプレッシャーがありましたね。それから、で、そういうのっていうのが、そのゴーストロールってね、とても興味深くって、いろんなそういう非言語だったりとか、間接的なシグナル、サインみたいな形でそういう価値観って出てくるわけなんですよ。だから、こう何かができてると、わあ、すごいねっていうふうに言われるっていうことは、そうじゃないものはすごくないっていうふうなことだったりとか、普通こうだよねっていう言い方をすると、それが普通で、他は普通じゃないっていうメッセージになってたりとかします。これは別にお母さんに限らずですね、異性愛者とか同性愛者とかセクシュアルマイノリティの話でも、私は普通の異性愛者なんですけどっていうふうに言ってしまうと、そうじゃない人たちはみんな普通じゃないというメッセージを無自覚に発することになります。ね。なので、本当にでもそういった無意識にいろんなそういう間接的なジャッジフルな、メッセージっていうのは世の中にはたくさんね、こう、溢れていて、それに逐一逐一私たちは過敏に反応するわけなんです。ね、同調圧力とかもありますよね。なんかみんなで仲良く一緒にしなきゃいけないとか、みんなと違うとなんかこう自分が目立って良くないんじゃないかとか、あまり安心して自分は自分だというふうに言えないような雰囲気だったりとかも、やっぱゴーストロールの中にあるのかなと思います。でもやっぱり子供たちはね、すごく社会性というか人が好きですし、やっぱりみんなで一緒に遊ぶことが好きなので、
公園に行ったりとか、他の子供たちがいたらば、やっぱ興味があって行きますよね。大人はなるべくそういうのは避けたいわけなんですけれども、なのでやっぱり子供のおかげで普段だったら絶対付き合わないような人とか出会わないような人たちと話をするきっかけになったなぁとは思っているんですが、やっぱり最初は、私とかはすごく警戒してましたけどね。子供のおかげで世界が広がりました。まあでもそこですごくがっつり仲良くならなくてもいいと思いますよ。仲良くやんなきゃとかうまくやんなきゃとか思わなくてもいいんじゃないかなって思います。それから、そういうこうなっちゃいけないっていうジャッジだったりとか価値観っていうところの、ゴーストロールもいるんですけど、ミッシングピースとして、そこの場に本当はいるはずだったりするけれども、語られてなかったりとか、そういうようなミッシングピースとしてのゴーストロールがいるかなと思います。例えば今日、まあ私もここ数日あえて言ってなかったんですけど、お父さんの存在ね。お父さんがいるお家といないお家がいると思います。お母さんが2人いるお家とか、お父さんが2人いるお家も最近はいるの、日本でもね、あるのかなって思います。じゃあ、いろいろいたんですけど。それで、父親の存在が本当はいるはずなのに、実際には忙しくっていないとかですね。それから、いるの前提に語られたりとかするのも結構つらかったりとかしますよね。それから、うちの子とかは、うちの未婚だったんですけど、やっぱり質問として、お母さんとお父さんはいつ離婚したのとかっていうふうな質問をすると、息子は結婚してないんだということを言わなきゃいけなくて、で、その時に、あ、そうなんだっていうふうにお母さんたちが、なんかまるでまずいことを聞いたわみたいなシグナルを出すと、うちの子はやっぱりそこは、それは良くないんだ。それは恥ずかしいことなのだ。というふうに植え付けられていくわけですね。まあ、私の未婚っていうのは本当にヨーロッパ西洋的なパートナーシップっていう意味での未婚だったんですけど、日本の未婚はね、なんか昔の歴史的にはおめかけさんみたいな感じで、とても惨めな、とても良くないものみたいな扱われ方をしますから、なんかそういったところで、やっぱりその間接的な、シグナルで、いろんなことを感じなきゃいけなかったみたいですね、うちの子はね。それから、ミッシングピースとしてのゴーストロールとしては、援助する人とかですね、サポーターっていうのも、本当はそういう人が欲しいのになかなかやっぱりそれがなかったりとか、特殊な人って、ケースの人たちしかそれは得られなかったりとかしますね。あと、この前も話しましたけど、そういうのを得るための手続きがものすごく大変だったりとかしています。なんか今、友人とかが、なんだっけな、名前忘れてしまいましたが、産後のね、ヘルプをするような、サポートをやったりとかしていて、少しずつ、時代も変わってきてね、私が育児をしていた頃よりも全然お母さんたちに対してのサポート体制とか理解とかはあるのかなっていう印象もありますけれども、それでもやっぱりまだ私が出会っている人たちはみんな罪悪感とか、自分をジャッジしたりとか、責めたりとかしていて、でそれですごくストレスフルな、内的な葛藤を抱えてたり、自己否定感があったりとかしている人たちもいっぱいいるなって思うので、まだまだハッピーな感じじゃないなって思って見ています。それからですね、やっぱりゴーストロールとしてよく私がワークしていて、出てくるのは、こう、虐待ですね。虐待といって、まあ本当に度を超えて感情を抑えられなくて力のないものだから親が子供にもそうですし、男性が女性にもそうかもしれませんし、まあたまに逆もありますけれども、多くの場合はそれは女性ですね。性的虐待とか、言葉の精神的な虐待とか、暴力だったりとかっていうのを振るわれているときに、やっぱり誰も介入する人がいないというところの、そういうゴーストロールもあったりとかしますよね。こういう人がいてくれたらば助かるのにっていうところのロール役割とか、そういう声っていうのが、もっとあったらいいのになと思いますね。これはお母さんたちというよりかは、これを聞いてくれている、例えば育児のサポートの人、支援の人だったりとか、周りにいるご近所さんだったりとかが、そういった役割を担える場合があったらば、ほんの少しでもやってみてもらいたいなと思ったりとかしますね。はい。まあ、こんな感じでですね、まずお母さんたちがあまりにも結構自分のことを責めてたりとか、それから罪悪感があってね、うまくできてないと感じるのであれば、
実際にどのお母さんになればいいというふうに思っているのかなっていうのを具体的にこうやって上げて可視化してみたりとかするとですね、いかにそれが非現実的で難しいことを私たちにやろうとしているかっていうのもね、気がつけて少し楽になるかなと思います。とにかく罪悪感とかですね、自己否定感ということはネックになっているし、それはやっぱりちゃんとできてなきゃいけないっていう、すごく日本では特に強いですね、ちゃんとしないとダメとか、役に立たないと存在価値がないとかですね、そういったところの、価値観は結構日本強いんじゃないかなと思っていて、でそれがそこにこうお母さんっていう役割だと輪をかけて、それが強化されてるんじゃないかなと思います。で特に働いてるお母さんとかね、一人親でやっぱ両方の役割を、経済活動も育児カルマみたいな両方やんなきゃいけない人たちっていうのは本当にアップアップでパンパンなので、もうできるならもう本当にとにかくいつも言ってますけど、ミニマリストになってですね、十分ちゃんと自分を褒めて子供と一緒に楽をするというところも、使えるものは全部使うぐらいの、感じで乗り切ってもらいたいなって思ったりします。私とかはですね、本当にメンタルにダウンしていて、そして余裕もなくって言ってる時はですね、私の基準は死ぬか死なないかまでもう私は行きましたね。これをやったら死ぬか死なない、死なない。これやったら死ぬか死なない、死なないっていう形でやらなきゃって思ってることを一つ一つ、これは死なない、これも死なない、これやらなくても死なない、これ今日やらなくても死なないっていう形で、こう本当にミニマムにしていくという練習をしていましたね。まあ、ここまで極端な人はいるかどうか分かりませんけれども、なんか参考になればいいなと思います。おっと、21分経ってしまいました。あっという間です。ごめんなさいね。いっぱい話したいことがあって、今日は特に早口だったなって反省しています。では、うまくしたくちゃってごめんなさい。明日できるかな？できたらやりますが、次回はもうちょっとゆっくり、話せるようにしたいなと思います。ね、私の中にはゴーストロールがありますよね。ちゃんとやんなきゃ、みたいな。まあ、いっか、っていう感じで、私も無理のない範囲で続けていきたいなと思います。こちらのね、ライブ配信の動画は、いつもダウンロードして YouTube に上げています。YouTube の方に行って、ダイヤプロセスワークで検索してもらえると、私の他のプロセスワークとかもありますので、興味のあった人がいたら見てもらえれば、ランク概念とか面白いと思いますよ。はい、おすすめです。じゃあね、今日は寒いので、あったかくして寝てください。ではでは、Have a nice dream! おやすみなさい。